ときはった。お前も来ていたのか、鶴野。ええ、あんたをお待ちしとったんです。こちらの暇人が上流来るまで待ちたい言うて急に来てな。うちは忙しいっちゅうのにほんま迷惑やったわ。わあ、わあったわあった、うっさい女やの。どうした、何があった。いえ、大したことやないんですが、明日の話です。もろもろ説明しとこう思うて。せやけどここじゃなんですから。明日親父とは蒼天堀の外れにある建築現場で待ち合わせです。親父は無所出たその足で来ますんで、バシッとスーツに着替えてもろうてから近江連合の本部へ向かいます。渡瀬は俺が来ると知ってんのか。ええ、弁護士づてですが、親父にはあんたのことを何もかも知らせとる。俺らが西谷にやった時、あんたが居合わせとったことも。そうか、その説は騙すような真似してすいませんでした。お前が説明したい話ってのはそっちか。後悔してるわけやない。やり直したとしても俺はやっぱり西谷を殺します。ただ騙し討ちであんたに手汚させといて、あいつは殺すべきクズやった、自分は正しかった言うて詫びも入れんのは、それはあかんと思い直しました。明日をもって俺は何の肩書きもない元ヤクザや。そんなもんに頭下げられたとこであんたにええことは何もあらへん。せやけどほんまにすんませんでした。極道として生きてきたのは俺もお前と同じだ。すんませんじゃ済まないことだらけ。お前だって今本気で許されると思って頭下げてるわけじゃねえだろ。お互いやっちまったことはこの先の人生で背負ってくしかねえ。近江や東条会を解散させたとこでそれは同じだ。要するにそれはお許しいただけへんということで。答えは自分で考えろ。自分で考えろってそんな殺生な、イエスかノーかの話やないですか。桐生さんに許してもらわな明日に備えられません。お前俺に文句言えた立場か。そうですね、重ね重ねすいません。で話はそれだけか。いえ、一つだけやけど、ええニュースもあります。ん？さっき近江連合の本部に侵入者が現れました。その一人が元東条会の春日一番って男で、桐生さんご存知でっか。最近18年ぶりに無所を出てきたんです。うっすら聞いた記憶はある。18年前は俺も檻の中にいたんだな。別の無所だったが。それより春日はなんで近江に侵入を。春日はもともと荒川真澄の子分でした。それが出所後浦島太郎をよろしく神室町に戻って、そこで荒川に撃たれたんです。なんだと。その時荒川は近江連合に対して東条会の裏切り者を演じ取ったとこでした。芝居を続けるには元東条会の子分を容赦なく撃つ必要があった。それにそうせな春日は他の近江に殺される可能性が高かったんです。だから荒川はギリギリ殺さんように春日を救うために撃った。大した離れ技じゃねえか。春日はその後荒川の真意やら解散計画のことやら全部知りました。で、おやっさんと慕う荒川の呼びかけに応じて
大阪へ出てきたっちゅうわけです。明日解散宣言の時も俺らと一緒に備えてくれる。戦力として期待できんのか。真島五郎と冴島大河相手に互角やったそうです。もちろん春日はもう何人か仲間連れてましたけど。そいつは確かにいいニュースだ。明日うちの親父が解散切り出した時、はっきりどうなるか読めません。信用できるもんはほんの数人。せやけど親父と東条会の六代目はその場の近江全員に宣戦布告する覚悟です。二人を守りきって解散を遂行するのが俺らの仕事や。はあ、いざって時は俺もあいつらの盾になる。その用心棒代込みの500億だったんだろ。恐れ入ります。ほな桐生さんも明日に備えてゆっくり休んでください。